いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、スカバイテラレイドバトルのマルチの新要素。こちらの方はね、情報公開されたので、こちらについてね、まとめていきたいと思います。というわけで動画内容といたしまして、スカバイのテラレイドバトルの新情報まとめということで、応援が強力すぎるということで、めちゃめちゃね、応援が強力でした。こちらの情報が来たのでまとめていきたいと思います。では、今後ね、ポケモン動画どんどんね、届けていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけでね、テラレイドバトルで応援ができるということで、こちらポケモンの技を出す代わりに応援ができる。で、応援は誰でも使うことができて、味方全体にね、効果があるということで、こちらの応援の方がね、告知されました。で、応援について、こちら、応援は攻撃、特攻アップ、防御、特防アップ、回復の3種類がね、存在いたします。で、1回のテラレイドバトルで3種の応援を3回まで使えます。なので、回数制限ありの仕様となっておりますので注意してください。で、応援と似た要素はね、存在したのか、こちらに関してはね、ソードシールドのマックスレイドバトルにもね、応援がありました。で、こちらはね、スカバイの応援と違い、使用制限はないが、自分のポケモンが倒れた時限定。で、発動効果もランダムでした。なので、自分のポケモンが倒れてる時にできる仕様。で、発動効果もランダムなので、決めて、例えば回復したいから応援とかではなくて、それもポケモン倒れてないとできないみたいな、ちょっとね、使いにくい仕様でした。で、今回ね、応援なんですけどね、いつもできるということで、回復量とか効果量についてね、ちょっと考察していきたいと思います。で、攻撃特防アップやね、攻撃特攻アップや防御特防アップの効果量は1段階上昇。で、回復量は最大 HP の2分の1回復するとね、予想しております。これね、ソードシールドの応援では能力上昇と回復あり、能力上昇はね、ランダムな能力が2段階上昇。で、回復はね、HP 全回復。結構ね、優秀なんですけど、ね、効果はね、強力だから狙って使えないので戦術ね、組み込めなかったです。まず自分のポケモンがね、倒れた段階っていうね、前提がありますし、能力上昇に関してもね、2段階上昇、すごい強いように見えますが、ね、ランダム。いいものが上がれば本当いいですし、ランダムなのでね。で、回復に関してはね、HP 全回復。1人倒れてる状態での HP 全回復なので、まだまだいいかなと。で、スカバイに関してはね、応援、使用制限はありますが、好きなタイミングで使えるのでね、さすがに同じ性能で来た場合、ね、攻撃特攻アップ2段階上昇、やばくない？それだったらもうみんな初手で応援使うよね、とか。で、回復全回復。で、これに関してはね、もしかしたら全回復あるかもしれないけど、そうなっちゃうとテラレイドバトルの難易度がすごい跳ね上がっちゃうので、2分の1ぐらいだとちょうどいいのかなと思います。あんまりね、難易度緩和しちゃうと、テラレイドバトル、今回のね、エンドコンテンツの一つとなってますので、難易度に関してもね、考察動画上げてますが、難しいとね、予想しております。ってなった時にね、この応援をぶっ壊れ仕様にしちゃうと、さらにね、敵が強くなっちゃう可能性があり、バランスがね、崩壊しちゃうので、これぐらいのね、効果量で来るのかなと思います。というわけでね、まとめていきますと、友達が必須です。ノラでもね、どうなんだろう、連携取れたらいいとは思うんですけどね、やっぱり難しいコンテンツとか行くと連携がね、大事になってくる。今回スイッチということで連携取りやすいと思いますので、ぜひね、皆さんテラレイドバトル、ね、みんなと一緒にマルチで行って楽しもうっていうね、コンテンツなので、ぜひね、友達見つけて。そしてね、いいよ。友達いないやつ大丈夫、大丈夫。スカバイで作ったらいいんですよ。というわけでね。今はね、ちょっとコロナ禍とかあって外出しにくいとは思いますが、ネット環境とかもね、整っています。ディスコードでね、友達探すとか、スカバイのね、どうなんだろう。子供だともうスイッチだけど、大人でね、スカバイやってる人とか、ね、ディスコードとかもあると思いますので、マルチはね、組みやすい。そっか、あれでもいけるのか。ゲーム内、ちょっと待って、スイッチでね、オンラインやったことないんですよ。オンライン協力プレイやったことないので。私、スイッチ、パソコンに繋いでやるタイプなので、そこだとディスコードで連絡取り合うんで。ちょっとここまた調べて動画にしたいと思います。というわけでね、ぜひね、応援、協力なんですけど、使いこなしが結構大事そう。で、3回のみとなりますので、そこもね、気をつけて。マルチ。これ楽しそうだね。テラレイドバトル。で、今後もね、ポケモン情報どんどん届けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは。